はい、鎮魂業についてお話をさせていただきたいと思います。鎮魂業はご存知のように、少林寺拳法を業として行う私たちにとってとても大切な修行法です。この鎮魂業をしっかり理解して正しく行うことによって少林寺拳法の修練による修行がより良いものになるという、そういう修行法でもあります。そのことについて流れを少し追いながらお話をしていきたいと思います。鎮魂業は、教えを唱えるという行と、聴息を行う、静かに聴息する行と、これが2つがセットになった行になっています。で、教えを唱える行ではここに書いておきましたけれども、聖句、聖願、礼拝詞、道訓、心情、こういうものを順に従って、唱えていきます。まず最初に聖句を唱えます。聖句はこの少林寺拳法を修行する我々修行者にとって大前提となる、己こそ己のよるべ、自己確立が大事であるよということを唱えるわけです。で、聖願では少林寺拳法を修行する修行者としての心構え、心得、そういうものを誓う、そういうことをここで唱えるわけです。次に礼拝詞、道訓と行くわけですけれども、私たちはここで着座という号令がかかり、座って修行に入ります。座って行う礼拝詞、道訓、そしてその後に続くこの聴息、この一連の流れを一つの流れとして理解しておくと、この鎮魂業がより意義あるものとして、かつ楽しく取り組むことができるのではないかなと思います。少し礼拝詞、道訓というのは、生きている人間としてどうあるべきか、どう生きるべきかが説かれた内容があります。その2つを、まず礼拝詞を唱え、そしてどのように生きるべきかという内容のこの道訓を唱え、それから静かに目をつむって聴息を行うと、こういう流れです。この礼拝詞、道訓を唱えることによって聴息に入る時の心構えが、聴息を行っている時の心構えがより良いものになってくるという、こういう流れになっていると私は思います。で、続いて、聴息です。姿勢を正し、心を落ち着けて、そして、ゆったりとした呼吸をしばらく続けます。大切なのはこの時に、思念をすると、カイスは共犯で説かれておられますけれども、要はイメージをする。どういうことをイメージするかというと、呼吸をゆっくりと吸いながら、宇宙にあるこのエネルギーが私の体の中に入ってくるというようなイメージをする。で、そのエネルギーが体の奥深くに入っていって、それが優れた働きとなって自分の体に満ち溢れていくという、こういうことを今度はゆっくり吐くこと、吐きながらそういうイメージを行う。このことを静かに続けます。これをすることによって、先に唱えたこの礼拝詞と道訓の中で言われた自分の存在や、その自分はどのように生きるべきかという、そこで説かれている教えが静かに自分の心の中に刻まれるという、こういう流れになっていると思います。で、聴息をする時間ですけれども、ついつい、まあ、早く切り上げてしまう傾向もあるのではないかとは思うんですけれども、ある程度自分の心が落ち着いて、それが本当に気持ちのいいものになる、それをしばらく続ける必要がありますので、やはりある一定の時間はどうしても必要になってまいります。で、聴息が終えたら次は心情に入ります。で、心情の時にはもう全員が立って、次はまた唱えるわけですけれども、心情を唱える時には、前に立つ鎮魂業をリードする主座と、それと一緒に参加している剣士の皆さんが向かい合うことになっています。主座が振り向いて向かい合う、これはどういうことかというと、心情で唱える4つのことをお互いが顔を合わせて誓い合う、約束し合うというスタイルをとっているわけです。で、心情の一番最後に出てくるのが、理想郷建設に邁進すという言葉です。決め台詞のような大きな大きな言葉です。で、これはいわゆる少林寺拳法をする我々にとっては、いわゆる究極のスローガンのようなものだと思います。
なかなか現実を理想に転換するっていうのは難しいし、くじけることもあるわけですけれども、日常の中でもそれでもそれをくじけずに一緒に協力して努力してやっていきましょう、生きていきましょうということをやる。で、理想郷建設に邁進するっていうのは一つは掲げた目標ですので、それを目指して一緒に協力し合っていきましょうねっていう、そういうことを一番最後の決め台詞のように決めて、鎮魂行というのが一つ終わっていくということになります。ですから一つの流れとしてですね、これを読み取っていきますと、行っていきますと、鎮魂行というのはただ単発の教えを唱える、目をつむって静かに聴息を行うという単発のものではなくて、一つの流れとしてですね、捉えられていくんではなかろうかと思います。そのように理解することで、この鎮魂行というのは私たち少林寺拳法を修行する者にとってとても意義の深い、かつ、少林寺拳法の修練、越禁行、修行法というものをさらに際立たせるとてもいい行で、なると思います。こういう状況時期ではありますけれども、鎮魂行は、道場でなくても、自分一人でもできるわけであります。例えば部屋で一人で、例えば香を焚いてみてですね、座ってやってみるとか、あとは電気を消して少し暗くして落ち着いた中でやってみるとか、いろんな演出や工夫がそれぞれでできるのではないかとも思います。そういうことをしながら、今のようなことを思い返しながらですね、自分にとっての鎮魂行というものを楽しんでみてはいかがでしょうか。ぜひおすすめであります。以上、終わります。